こんにちは、おかずでございます。今回はですね、バウルー公認アウトドアでホットサンドの本の中から、これですね、半熟卵とチーズがとろけるビスマルク風トーストを作ってみたいと思います。ではそれでは料理を開始します。まずパウルーですね、パウルーを用意しました。で、次に用意するのがパンですね。こちらの方をバウルーに入れていきます。よいしょ。はい、パンをセットします。お、ぴったしですね。はい、次にとろけるチーズですね、これをパンにのせます。よいしょよいしょ。ペロリンと乗せました。はい、次はベーコンですね、こちらの方も乗せていきます。よいしょ、ベーコン、ちょっと曲がっちゃったベーコン2枚ですね。はい、乗せました。はい、それではまずパンを焼いていきます。パウルーを閉じると。はい、いつものコンロを用意しました。それでは着火します。それではパウルーを揚げていきます。さて、焼け具合を見てみましょう。まず上の方、あ、いい感じじゃないですかよいしょ、いいでしょう。下、さて下のパンどうだろう。あ、焦げちゃった止めなきゃあのパンは間違いなくおこげですごめんなさいま、よしとしましょうはい、それでは皿に移していきます。こんな感じですね。とりあえず焼けました。裏側の焦げは見えませんはい、さて次にですね、バウルーをフライパン代わりにします。まず点火します。よいしょ、フライパン代わりですね、オリーブオイルですね、まあ、オイルいらないのかな、まあ、でもやっちゃいましょう。はい、それでは卵を入れます。閉じましょう。よっと、これフライパン代わりだからひっくり返せないですねこのままちょっと様子を見ましょうか。どうなったかな。よいしょ。お、あっという間だね。あ、でもまだ白身がね、ちょっと強いのかな。こんな感じで蒸し焼きにできるわけですね。初めてバウルーで目玉焼きを焼いてますけど。おお、なんかいい感じ。いい感じじゃないですか。もうちょいかな。いやいや。あ、周りにお焦げが入ってきましたね。止めましょう。
よいしょ、止めました。はい、それではパンに乗せていきますね。こんな感じですね。こんな感じ。はい、こんな感じですね。完成でございます。よかった。あ、いけね。これ、ブラックペッパーですね。これかけて完成なんですね。慌てました。今入れます。どうすんだ、よく分かってませんね。ウートバー方式かな。あ、ウートバー方式ですね。カリ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 、よいしょ。うわ、たっぷり、よいしょ。これで完成です。これは本当だ。本当の完成でございます。はい、せっかくですんでね、牛乳も用意してみました。それではいただいてみます。牛乳飲んでからやないかな。ではでは、いただきます。まだですね、目玉焼きに届いてないですね。パンは思ったほどおこげの影響はないかな。うまい、うまいです。今ようやくですね、卵の白身のところとベーコンのところにたどり着きました。見せなくていいか、いちいち。ブラックペッパーがやっぱり目玉焼きとめちゃくちゃ合いますね。かけすぎに見えますけど、全然ちょうどいいです。今ですね、やっと黄身に到達しました。いちいち見せんでもいい。こうですね、ちょうどほんと半熟っていう感じですよね。美味しいです。やっぱ王道ですね、これは王道。やっぱベーコンと卵は合うのはまあ当たり前なんですけどね、本当にね、ブラックペッパーがいい仕事をしてんですよ。これが美味しい。はい、完食でございます。非常に美味しかったです。今回はビスマルク風トーストをご覧いただきました。美味しかったです。今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた、バイバーイ。